YouTube ーーどうも親父ですえっと今日はですね他の他の YouTuber の他の人の他のトラック YouTuber の方の動画を見てまあいろいろ思うことがあるのでちょっと話していきたいかなと思いますそれはですね今新型コロナが流行ってるじゃないですか であの、トラックの仕事も減っております。特にね、自動車、自動車部品だとかね、輸入、輸入関係、輸出関係の仕事がね、かなり減ってるんじゃないかと思われます。で、まあ、海外のもんから、海外のものが日本に入らない。で、日本から海外へ物が出せないといった感じでね、かなり かなりあの物流の方もね影響をね受けてると思いますでそんな中でもですねまあ国内で国内だけの物流はまあ、止まるはずがないといったところですねそれはというとまあいくらなんでもねトラック全部止めたらねもうもう日本,日本の経済破綻してしまいますよはい その,その商品その、その商品が売れたのに、誰が運ぶのトラックで運ぶのと、自転車で運ぶのといったところですよね、電車に,電車に乗せて運ぶのと、じゃあ駅ま,で駅まで人が取りに行くのということになりますよね、まあ、まあ、そんなことは実際にはないんですけれども、なのでね、あのまあ、物流というのは、まあ、基本的には、基本的には止まらないと。 止まらないが、まあ、まあでも、まあだいぶ止まってますよね。トラック会社は、はい。厳しいと思います。で、私の地元の、えっ、ー、と、まあト、トラック会社もね、かなりかなり止まってます。はい。それというのは、まあ、あの、あるメーカーがね、あるメーカーが、あの、工場をストップしていると。 あるいは、もう減産していると製造をね製造も90%近く落としているんじゃないのかなと製造をね減らしているというところであの部品搬送のトラックが止まっているということですで、まあ、それとは違ってですね今度は長距離あんなでそのトラックのトラックユーチューバーの方が言ってたのには スタンドスタンドのガソリンスタンドですね、あのー、そこのところのお風呂場が、お風呂場が止まっていると、まあ入れないと、止まっているというか、風呂に入れないとだとこですよ、まあ、あのー、そういったところの風呂と、あと公衆浴場ですね、いろいろあるじゃないですか。あ,あの高速道路の もうですね、シャワーだとか、あのー、なんか簡易のね、簡易のお風呂もあると思うんですよ。そういうところが流行りないと。で、トラックの運転手でね、あのー、まあ、長距離、長距離出れば、まあ、中距離もそうですけれども、一泊、一泊すればもうね、お風呂へ流行りないと。で、大体ね、 トラックの運転手って3日公開が多いですね。なのでね、えー、っと、まあ、その日に、その日は、まあ、家に出る前にシャワーを浴びれば、まあ、よろしいんですけれども、まあ、翌日、翌日は完全に入れませんよね。で、今度3日目に、3日目に帰ると。で、その時に、やっと、 シャワーを浴びれると。なのでね、まあ、まあ、それでもね、一回は入りません。一回は入り、ま、ああ、一回じゃない。えー、っと、まあ、一日は入りませんよね。でもね、これが夏夏になると、夏になるとですね、結構、あの、汗とかね、かくんでね、風呂に入れないというのがね、結構、あの、大変です。 夏はまあ冬もそうなんですけれどもでお風呂に入るとね結構眠気眠気じゃない疲れがね取れるんですよあのトラックの運転手にとってはねなのであのお風呂に入れないというのはとてもあの大変なことだと思いますなのでねそのまあ今 どうしようもないかなと思うんですよね、入れないから。まあ入れないから、そこそこ工夫してね。工夫して、まあ、お風呂場が使えないっていうことは、そこにもね、入れない。入れないと思いますね。そこで、あのー、ねえ、床なんかで体を拭けばいいけれども、まあ多分ね、めんどくさいからね、そんなことはしませんよ。 なのでねあの、トラックの運転手ってね、そういった大変なところがね、たくさんあるんですよ。これからちょっと夏に行くでね、結構不衛生かもしれませんけれども、はい、で、消毒もしたいしね、はい、いろいろ大変だと思います。と、はい、本当まあ、そんな中ね、頑張っているんで、本当、あのー、 今ですね、えっと、まあ今日安倍さん言ってましたけれども、総理大臣ですよね、一律一律10万円を国民国民1人に10万円を支給しますといったことを言っておりましたけれども、これもできるだけ早くと言っておりましたけれども、本当ね、早くしてほしいですよね。本当今、ねまあ 仕事をね、解雇されたり、仕事がなくてね、あのー、大変な思いをね、している人がね、いると思うんですよ。で、十本当ね、10万ところじゃ足りませんよ。ほんとね、一律30万とかね、欲しいですよ。はい。サラリーマンもそうですけれどもね。で、誰で,ですか、なんかあれ、うえー、えー、で、あの、 国民一人当たり10万円というのはですね、まあ、あので全部に,全部にあの行き渡っているとかなり時間がかかるので、えー、あれ手を挙げた人に10万円を支給すると、えー、いうことにしたらあのいいんじゃないのかなと、馬か言う人がいるでしょう、本当、死ねばいいのと思,思いますね、ああいう人は。はい、まあ、誰か知りませんけれども。 誰か知りませんんけど、なんかねそういったバカなことをね言ったやつがいると思うんですよそういったやつはねあのー、じゃあてめえの給料てめえの給料10万円でいいんじゃねえのかとてめえの給料10万円にす移やとそういったとこですよねえで公務員なんて悪いけれどもね一生懸命当てる公務員もねいると思うんですよいると思うんですけれども まあ私が感じる公務員ってね、まあ悪いけど仕事せん人の方が多いですわ。仕事せん人の方が多い。なのでね、で公務員って給料下がらないじゃないですか。こんな、こんな、こんなことになっても。なのでね、その痛み分けじゃないけれどもね、自分たちもね、そう、あのー、ね、給料半分とかすればいいんですよ。サラリーマンも給料半分だとか、それ以下になる人もね、 いるんですよ。なのでね、公務員だって、じゃあそれ半分減らせばいいじゃないかと。じゃあ、すごくお金が浮きますよね。それ分ほど困っている人に分配すればいいんですよ。まあ、あの、看護婦さん看護婦って言わないか、今。医療医療、まあ、病院関係ですかで、はっきり言ってね、あの、コロナ、コロナウイルスが怖いと言って、 看護師さん辞めるそうもいるんですよ。あまりね、あまり、あの、コロナってね、辞めた人はね、取り上げないと思うんですが、かなりの数辞めてると思いますよ。誰が好き子なんでね、そんな安い安い給料でね、そんな死ぬかもしれないウイルスがうじょうじょしてるところでね、働きたいと思いますかでね、病院関係 もしかしたらあ、あの、お医者さんになろうかなという人も辞めるかもしれませんよ。辞めたと。命あってのもんだと。そういう人もね、いるかもしれませんよ。はい、なのでね、そういう人たちに回せばいいんですよ。その、浮かして、公務員のお金を浮かして。でね、税金でもね、あの、税金でもね、市民税とか所得税とかね、 取らなきゃいいんですよ。ね。こんなご時世だから。そう、そうしておいて、あの、お金をね、浮かせばいいんですよ。ただ、あの、我々もですね、あの、くだらん税金払うんでいいし、少しは、ちょっとはね、楽になるんですよ。それともね、少しだけですよ。ほんとね、あんなね、なんかね、ほんと、 あの国民の気持ちを分からないというかね、そんな人はね、大嫌いですわ、誰が選んだの、姉のやつを、本当ね、ど,どこのどこ県から出てるか知りませんけどね、よくあんなバカなやつを、ね、選ぶなと思うんですわ、はい、なと、これですけれども、まあね、あまりこういうことを言うとね、あのチャンネルがバンされるかも分かりませんけれども、まあそんなことはないかな、はい。 本当ね、本当ね、あの、なんて言うんかな。で、まあその人ね、なんかね、富、富裕層にはね、お金がいらないんじゃないか、みたいなこともね、言ってたようですけれども、じゃ自分も富裕層じゃないかと。いらないじゃないかと。でもちろんね、ああいう人はねあの、受け取っちゃいけませんよ。もう、今言った公務員もそうですよね、給料下がらないんだから。 生活変わらないんだから。ね、給料下がらないんだから。10万円い,いらんでしょ。公務員なんかにね、あの、給料が下がらない給公務員にね、10万円とかね、行くのはね、間違ってるでしょ。これ絶対間違ってるでしょ。おかしいですよ、それは。はい。本当そうですよ。なのでね、本当困った人にね、お金が行き当たるように。それでもね、あ悪いけど。 悪いけどたったっ万円ですよまあ今年いっぱいね今年いっぱいねあのー、続きますよこのような状態がでたった一回のねその10万円でね今年いっぱいしのげんでしょうあのー、悪いけどね破産する人がねすごく出てきますよもう何万人と言ってそれ 伴ってね、あのー、自ら命を捨てる人もね、かなりの数ね、増えると思いますよ。いるんじゃないのかなと。ニュースで報道されないかもしれないけれども。都合の、なんかね、都合の悪いところはね、そのメディアというのはね、あのー、隠したりね、嘘の報道をしたりしますからね。はい。まあ今、隠してもダメですよね。こういう YouTube だとか Twitter だとかね、なんかそんなんでね、すぐ。 拡散してしてまうかほんとそうですよなのでねなんかああいうあのバカな発言する人はねほんとね頭きますわほんとね死ねばいいのにそう思いますよほんまはいなとこであの今日はまた変な動画になってしまいましたからはいまああのどっかのねおっさんが おっさんが、あの、なんか、つぶやいてるわ、みたいな感じでね、あの、聞かれて、聞かれてくれれば、まあ、いいのかなと思っておりますわ。はい。私も、本当、ね、にね、4月、四月になって仕事してませんよ。いいのかなと。いいのかなと、思いますけれども。いいわけないですよね。これはね、5月の給料、私、ないですよ、ほんま。はい。こんな人も、いるんですよ、はい。 本当ね、あの、首くくるときにはね、書きますよ。もう、YouTube とかね、あの、Twitter とかね、もう、もう動画配信しまくってから、お前らのせいだと、まあ、人のせいにしちゃいけないけれどもね、本当ね、そうなりますよ、ほんま。はい。そんなところで、この動画は終わりたいと思います。はい。本当とね、一刻も早く、このね、悪い状況は抜け出せるように、 皆さん、一丸となって、頑張りましょう。私もね、ウイルスね、持ってるかもしれませんよ。目に見えないですからね。なのでね、なるべくなるべくなら、あの、人が、いるような、あの、大勢でいるような、とこも避けますし、マスクもしますし、ね、本当映うつさないように、ね、 人に移さないように、で、人から移されないように、日々注意をしていきたいと思います。それでは、この動画は以上です。